外の設備の取り扱いにつきましては、テレビで。もらいました。そういうこと？プラントです。千年寺酒造と宮古美人酒造。千年寺。そうそう、千年寺酒造と、あとこれは宮古美人。宮古美人。もうめっちゃいろいろある。淡路のビール。ピールエール。ピルスナー。あー、レモンねー、レモン書いてある。レッドエール、レッド淡路県産のやつがめっちゃ多い。そうね、広大な大地だもんね。そうそう、広い。私は牛乳を使用しています。お家に帰ります。淡路のお酒とビール、淡路の海苔、けんちゃんと香川のイカマの。そうなんかな。でけえ。どうなるか。味わいとか、この雰囲気で選んでますか。はい。もうまたはもう一番高いのくれる。一番高いのこれ。これ。はい。あ、広いね。スプレスの方がとろっとした食感。ちゃんと味わいがお肉よりもしっかり味が入るかなっていう感じだね。ではまずエルサルバドルですね。どうぞ。でも赤みはやっぱある、うん、さっきよりくすんでる感じ、うん、そう、濃いくすみみたいな、うん、面白い、はい、じゃあお待たせしました。ありがとうございます。
で、じゃあそういうイベントもね、海苔の養殖、あれ、あめちゃめちゃいい香りです。おこれが八重、八重さん、これが一重かな。あ、2人ライター持ってくれば。食べました。酒造にやってきました。酒造さんで明治発令所を置いて、うん、美味しい。ソフトクリーム食べたくなるね、こんなさ暑いと。いちごジャム美味しそうだな。このオトルンジ、あ、ミルクジャム、いいんです。これ、ブラックオレンジも淡路島で取れたの。そうなんですか。なかなかね、ブラックオレンジ作ってはる方って少ないんですけど、いらっしゃるんですね。買いました。マーマレードとお茶、お茶。手まり寿司も美味しそう。お腹空いた。やっとご飯。え、ホタルイカもあるやん。これは何だろう、ちょっと分からん。明太子か。うん、お魚いっぱい。嬉しい。いちご、いちご。行っちゃったよ。焼け。すごい。やったー。やばい。淡路島までトゥクトゥク乗ると思わんかったわ。学校や。食べたい。いいな。食べたい。